亡くなってしまって、このライブは彼に捧げます。
最後なんですけど、僕こういうなんか渋い誰も聞かなさそうなブルーズが大好き でいつも手込んでやってるんですけど、僕がいる限りはずっとブルーズ続けていくんで、よかったらまた興味のある人はこれからケイコンでやるキトルケイコンとか見に来てくださると嬉しいです。では最後の曲をやります。クロスロード。